煙を吸って、これが28日目ですね。ああ、配信なんてやってる場合じゃないって幸せ。体調悪いの。この状態で、おっと、あ、配信無理か。おお、拡大した。ピエンがいっぱい。すぐに消せ、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 すぐに消せ。あれじゃん。懐かしいな。おお、これはすごい。え？あらー、インターネット、やめろ。あら、タイトル戻っちゃった？あらまあ、バッドエンドすらない、すごいことになっちゃったね。突然すべてをやめて毎日踊って暮らそうかな。それな、29日目。夜にまで行って、お？ヒデオ。何これ？おお、インターネットオーバードーズ MV。 いきなりのタイミングで、そして裏でポケッターの音かな。流れてますね。ふぅ、へい、ほう、ご飯食べろ、米食いて。別の歌の合いの手になっちゃう。飛ばしてもいいですか。見たい方はご自身でこの MV の方をじっくりご覧くださいパターンにしたいけども、だって裏でさ普通にゲームの SE 流れてんだもん。あー、いいっすね。もうほんとこのゲーム作り込みがすごいし、もうこの MV もさ普通に、なんだろう、楽曲の一つしてこれだけで発表しても面白いぐらいだろうし。結構ポップな曲調ではあるけども、でもところどころに怖くするためのさ音の流れ入れてんのがさすがだな。音の重ね方とかね、メインはねかっこいいんだけども、突如重ねて、なんだろう、気持ち悪い重ね方してる部分がねちょろっとあって。単純にサイケデリックとかそういう感じにしてるわけでなくね。うん、でもこのテクノ感が割とそういう、うん、まあなんだろう、電波ソングとか、ちょっとそういう気持ち悪さっていうか、怖さにつなげやすいからね。いや、これは普通に出来がいいから、頂点ちゃんの言った何億再生だっけ。あれもあながち間違ってないぞ。行く行く。わあ、背景がすげえ。これじっくり見つめちゃうと気持ち悪くなっちゃう人もいそうだね。コナン君思い出すな。このダンス。今調べてみたけど、うわー、ピエンだ。すごいなー、この。まあ歌ってるのが、しかもことこさんっていうのがすごいよな。あー、ここかっこいい。エンディングって感じで。パチ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 。陰謀論レベル2。そう、裏でいろいろ音が鳴ってたからな。
背景の BGM もインターネットオーバードーズになってる。しかしフォロワー数が100万まで達してないからね、これだと厳しいかな。陰謀論の方でちょっと、うん、100万言ってくれたら助かるな。ジェルバンは配信界のナポレオン頂点ちゃんだよ。30年後に世界は統一？ナポレオンって誰？イチコのことだよ。それは下町のナポレオンか。この世界はね、30年後には統一される可能性がある。それが世界統一政府陰謀説。なんだって。財閥たちの政府が支配する超格差社会が形成されて、世界人口は10億人まで減るよう動き始めている。選別は始まってるんだよね。俺も動いてるよ。なんて説があるらしい。一つに統一されて世界、一体どうなるんだろう。格差って怖いよ。ちなみにその時に宗教はルシファーを信仰する一神教になるんだって。打電子が崇拝されるのはインターネットエンジェルとしては困っちゃうよ。お、いつもの頂点ちゃんになってきたぞ。ルシファーって聞いたことある。カルシファーも聞いたことある。困り顔、萌え。その世界を見てみたいね。格差って怖いよ。格差社会、ちゃんと言える？格差社会みたいになっちゃう人いるよね。私たちは戦わなければならないのだ。生きるって戦うことでしょ？その世界を見てみたいね。見るなんて受動的なものもいいけど、あなたが作ってみるのはどうかな。目指せ新世界の神。ちょっと八神くんちのせがれになっちゃう。たとえ世界がどうなってしまおうとも、天使を信じる心は忘れないでね。焦点、はい、江戸天。それだとオロチマルになっちゃう。あら、そんなに増えなかったね。実は頂点ちゃんもインターネットは人口が増えすぎたせいでカオスとしたと考えているから、たまに人口の9割減らしてみてもいいんじゃないかなと思ったりするけどね。思うだけだよ、間違ってもそんなことを実行しないからね。どこまで行ってもインターネットの本質は闘争なんだよな。かわいい。戦わなければ生き残れない戦争だろうが。ブームオファーか。さあ赤転生で1日目からやっていきましょう。選択肢がなくてもスタンプで返信してあげようね。逆にスルーし続けてみるか。でもういきなり最初からエッチなことでいきましょう。わあ、なんか画面が暗くなったな。夜に進む、配信もせずにエッチなこと。ちょっと30日間エッチなことだけで過ごしてみるか。あ、でも収益化、うん、そうだね、家賃が払えなくなるから10日目までずっとやり続けよう。あ、これは拍手ですよ。あら、めっちゃいい顔。あ、どうした？配信者やめます。終わっちゃった。どうして？一般の人間になります。応援してくださった皆様ありがとうございました。へー、資格の勉強が忙しいのでしばらく低浮上です。ジャイもちょっと来てたけど、これどうしたんよ。生きるためには精神の負荷も必要だと思います。へえ。わあ、かわいい、好き。ん、配信飽きた。これからはコスプレイヤーとして生きていきます。いいんじゃない。で、配信もスキップしても別にいいらしいね。一応あの嵐コメとか消せばストレスマイナス1とかにはなるけども、うん、お薬とりあえずいきますか。いい顔。お薬をずっと飲み続けるのも何かありそうだね。途中でギブアップするって分かってるのに辛いラーメン頼んじゃうの、自傷行為っぽいよね。そうなの。俺蒙古タンメンとか食べたことないんだよな、辛そうで。お、鬼滅のエッチの方は闇度上がるね。BGM の入りがやばい。決めた BGM ちょっとサイケデリックでかっこいいんだけどな。今回はマジでやばかった。脳みそ全部シェイクされて全て持っていかれると思った。起きたらめっちゃ全身ビクンビクンしてたもん。やばー。お、大好き。あー、ピッ、あ、大好き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 。ああ、愛情の過剰摂取に耐えきれませんでした。ちょっとジャインもとんでもないことになってる。あらー、これはもうね。ハッピーエンドじゃないですかね。ああ、
OS エイリアン。なんだかんだで順調にエンドは見えてるね。あ、これ好き、この顔好きだな俺。ピエンだ。はあ、ピュアな目してる、かわいい。好感度100になってもいけないんだね。難しいね。恋愛映画を見てたらちょっとエッチなシーンがあって、ピが恥ずかしそうに顔をそらしてた。いつもやることやってるのに急にウブで可愛かった。雨は凝視した。配信中に人影が。オカルティックエンジェル頂点ちゃんだよ。これそういえば見てなかったね。配信中に起きたオカルト現象って定番だよね。背景の人形が動いたり、窓の外に人影が映ったり、時にはリザードとリザードンが映っていたり、部屋に親が乱入してきて喧嘩したり。頂点ちゃんの配信はそういうこと絶対ないから安心してね。フラグ。ここら辺の人形がいきなりビクンビクン動き出すとか。頂点ちゃん？ん？演出？本物？お？止まった？カメラ壊れた？後ろ見て。後ろ後ろ。ちょマジ？え？何？何が映ってる？彼氏じゃない？え？今何か聞こえた？気のせいじゃないかな。この部屋には頂点ちゃんしかいないんだし。とりあえず本日はここまでにしようかな。てかスパチャが今回来なかったな。まだ序盤の配信だからな。とりあえず今日はこれぐらいにしとこうかな。本当に何でもないからね。頂点ちゃんのベッドの下に殺人犯がいたとかそういうのじゃないから。じゃあまた明日も遊ぼうね。なんかそういうのあったよね、ベッドの下にしばらくいたってやつが。あっぷねー今の音。もしかしたらピが動いた時の物音とかも音だったのか。配信中で伝えるの忘れてた。早く同性バレする直前だったぜ。事実はネットロワよりきなり。こんなに私たち愛し合ってるんだからさ、カップルチャンネルとかあれじゃない？カップルチャンネルとか大体ね、不幸な未来しか見えないからやめとけ。なんてね、そんな未来もあったんじゃないかっていう家庭の話。そっか、エッチなことしとこ。今 BGM とギシアンのさ、SE がさ、完全にマッチしてたね。ピッ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 。みんな友達、みんなオタク、頂点ちゃんだよ。目指せ神アイドル。ジョジアニメの話。赤メガネが可愛いな。大きなお友達のみんなは、ジョジアニメ大好きかな？日朝？子供に混じって土曜日曜早起きしてる？大きなお友達です。ヒーローの方も見てるの？俺録画だけども、仮面ライダーリバイスは今、録画して見てるよ。私もね、まだ天使見習いで孤独だった時代が以下略。ジョジアニメの素晴らしさってやっぱり純粋さだと思う。夢見る女の子たちが将来とか恋とか自分のためにひたむきに前向きに頑張る姿。女の子大好き、いろんな意味でかい。ブヒヒ、ジョジアニメ大好き。拾っちゃった。物ちに辛いこともあるけれど。うん、以下略。読み切れなかった。見ていると私のちっぽけな悪い感情がみるみる浄化されていく。だから好きなんだ。綺麗になるよね。私、ジョジだよ。そうなの？何の作品が好き？わかる。画面の前のお宅のみんなにもこんな純粋な頃があったと思うと涙が出るね。ヒーローの方も見てるの？モロチン見てるよ。今度ベルト見せてあげるね。ドライバーつけてるのか。ブヒヒ。ちっちゃい女の子にハーハーする変態豚さんは刑務所に帰れ。まあこういうね、良くないスパチャでも拾っても特に問題ないと。まあ反応が、そしたらね、反応を見て楽しめるから好きなのを選べばいいからいい感じですね。女の子に生まれたからには誰でも一生に一度は夢見る神アイドル。頂点ちゃんもいつかそうなれるよう頑張るね。ジョジアニメのアーケードゲームやってた頃、時、プリパラとかかい？出てきたレアカードを後ろに並んでたジョジがめっちゃ見てきて、しょうがないから譲ってあげるしかなかったことある。優しい。今思い出すとめっちゃムカつく。私の金で手に入れたんやぞ。でもその金もしかしたらピーの金かもよ。お前の金じゃないかもな。次のマニキュア、何色がいいと思う？レインボー。スタンプ以外のこういう選択肢系はちょっと気になるね。お、マニキュア塗ったよ。言ってくれた。カラーをちゃんとつけてくれた。頂点ちゃんが好きな色。めちゃくちゃ綺麗でしょ。今度メイク動画あげるね。私じゃなくて、ピが好きな色なんだけどな。俺も今日はね、これ何色って言えばいいんだろう。まあ紫系の、ちょっとラメ系の入ってるやつです。今日はエゴサをしまくってと。
エゴサしたら好きなイラストレーターさんが超天ちゃんの配信に言及してた。やったね。嬉しい。こういうことあると配信続けてよかったってなるね。超天ちゃんのイラスト描いてもらえるように DM で込みまくっとこう。人生どうでもいい魂。本当に割とどころかかなりどうでもいいメッセージだったな。